あ、西崎さん、日本ハムにドラフト1位です、どうですかみたいな。いや、外れ1位やったから、うん、あ、まあ、一応、1位だったら行くって言ってたんで、みたいな。いや、でも東京で、東京なの？え、日本ハム、東京？ちょっと待ってください。西崎さんは、出身は大阪。俺滋賀だから。あ、滋賀県なんすか？俺滋賀県なんだよ。だから、一応テレビつけたら阪神や。やってんのが。そうですね。ね。で、大学名古屋、中日や。あ、名古屋大学行ったんすか？だから、セ・リーグしか知らないっていうか、そこまで俺、プロっていう頭入ってなかったから、自分で。え、僕と西崎さん、同期っすか？入団は。なんで、俺の同期の1位が森山さんだよ、多分。じゃあ西崎さん、僕の1個後で入ってきてる。そう、後で入ってるんだよ。たけしが多分1個違うんだよ。1個下じゃない？いや、たけし同級生ですよ。山崎たけしよ。あ、そう。そう中村たけしです。いや、山崎たけし。ああ、山崎たけしと見てたんすか？そう。なんであいつは名電じゃん。あれ、名電ですか？そう、名電よ、たけしは。で、じゃあ合同でやるかみたいな。そう。で、たけしはドラフトないでしたっけ？2位で中日入ったの。よかったねって話してて。で、俺は自分で呼ばれた時に、え、ちょっと待って、日本ハムって本拠地どこなのみたいな。知らないか。分かる、それで。いや、後楽園ですよみたいな。いや、ちょっと待って、後楽園ジャイアンツ、ね、知らない人間ってそうじゃん。あ、分かります。あ、そうなりますよね。で、いや、後楽園ってジャイアンツでしょって。いや、あれは違って、高校でっつって。あ、そうなんですか、頑張りますみたいな。そうなっちゃうんですね。高校の時はどういうピッチャーの評価だったんですか？あれはあんまり評価なかったと思う。俺が2年新チームの時にエース番号もらって投げて、で、秋の大会で腰痛めて、で、投げなかったのよ。で、その時に代わりのピッチャーが投げたの、左のピッチャーが。で、そいつが完封して2回戦行って、それを評価されて甲子園行けたの、3年の選抜の時で。その時はじゃあそいつの評価だから、そいつ背番号1番つけて、で、俺が10番つけて、甲子園で、まあ、一応敗戦処理みたいな感じで投げて、で、帰ってきてまた背番号1番もらって。だから甲子園の思い出は、いや、全然ないです。ないんですね。背番号10番なの。その時だけ10番。ちょっと怪我しちゃって。そう。全然いい思い出なかった。じゃあドラフトかかる、スカウトが、まあ、見に飽きただろうけど、ドラフトかかる様子もなかったんですね。で、全然ない。だから高校の時は一切なかったから。だから大学に入ってから初めてそのプロの人が挨拶に来られた。え、ちっちゃい子夢はプロ野球選手とかだったんですか？いや、全然なかったね。俺だからもう、なんか大学、じゃあ高校終わって、行きたかった社会人があったの、で、そこはちょっと入れなかったから、じゃあ大学行って、あの4年間野球やって帰ってきてそこ入ればいいよって言われてたから、あ、分かりました。で、それで大学軽くセレクション受けて、受かって行ったんだ。あ、そう？そうだから俺大学4年の時に一応ジャパン選ばれて、いや、どうしようかなと、会社訪問行かなかんじゃなみたいな。全日本よりも。そう、いや、会社訪問その日は行かないかんねやと思ってたけど、その話したら、いや、じゃあ全然行ってくださいって言って、ああ、分かりました。だから俺も社会人の、あの会社訪問行って、2歳後あの来たらここでデスクで、あの午前中仕事して、午後から野球やってもらったらいいですから。へー、それ IBM よ。だからはあ、コンピューターの会社ですか？そうよ。で、パソコン置いたって、これなんやこのテレビって思って。知らないから。そうそうそう、ね、当時パソコンなんか知らないよ。でも今有言実行というか、夢の通りステップは踏んでたんですね。一応だから、まあ社会人に行って社会人で野球やって、ね、もうそのまま、そこは外資系やんか、IBM、だからそのまま野球やめても仕事しっかりしておけば、あのそのまま残れますから、で、給料めっちゃ良かったのよ。だから、あ、じゃあもう向こう決めますみたいな話。そしたらドラフトかかっちゃったから、あ、かかっちゃいましたみたいな。どういう兄弟何人なんですか？俺は兄貴一人いたけど、あの兄貴は全然もう野球運も全然やんないから。いつからドーンみたいな、ああいうこう、だからトレンディじゃない西崎さん、どこで培ったんですか？いや、高校じゃない、一応工業高校やったから。ああ、もうちょっとね、ガラッパチな感じだったんですね。関西弁のあーみたいな。あの、一時さ、あのクルーズってあったよ。あー、やったとこ、ちょっとそうですね。それが京都の伏見工業なのね、あー、ラグビー、あのラグビー、はい。で、俺はうちは滋賀県の瀬田工業って言って、まあ同じ工業高校で、まあ、4位って感じよ。俺なんで試験を気に入ったらガラスないの？なかなか風通しがいい。あ、なんかすごい換気してるなと思った。前の日に上級生がバイクでガラス割ったとか言って、ガラス入れろやみたいな。すごいっすね。そんな学校やったもん最初。はあ、ほぼ男子ですか？もうほとんど。はあ、でも俺が入った時に女の子が3年生に2人、はい、で、2年生1人、うん、で、俺らの同級生4人。
女子トイレは一応一個だけあるのよ、はい、女子トイレプラス更衣室になってるから、そこはもう男子生徒一切入れない、まあ、もちろんですよね、はい、すごい神聖な場所、そこだけはね、それ以外はみんなどこで全然大丈夫な、そういう家だ、ちょっと恐ろしい高校ですね。いやだからもう本当俺選抜行く時一番ビビって、2年から3年上がる時じゃん、はい、冬一冬越すじゃん、はい、頼むから喧嘩せんといてくれよとか、事件起こさない、そう事件起こさないでくれよみたいなで、もう本当あの野球部イコール結構ヤンキーと仲いいじゃん。そうですよ ね野球部って。でそいつらにお願いして、で分かった、お前らのために俺らちょ応援団やるわ、うん、でみんなこんな長蘭とか短蘭とかね、うん、で土管みたいなのず、はい、それを学校は OK 出してくれっつって、うん、そしたら俺ら応援団やるから、あ、そういう許可をくれりゃ守ってやると、そうそうそう、喧嘩もせえへんと。そしたら学校 OK 出して、見てみんなこんなドカンみたいなズボンで学ランでこんなにされてて、お前頼むからそれ喧嘩売られるぞっつって帰ってそういうのもダメだから違うとこ知ってくれ、ちゃんとちゃんと分からん時にそこ止めれないしからね、もうそこだけは言えないから、もうそんな感じだったの。でも面白かったよな、やってる。ちょっと愛子さんの匂いはしますね。愛子さんはね、もう俺らでも噂、いろんな噂聞いたから氷も出てたけどね、愛子さんあの人の入団時のあれはちょっとまずいだろ、衝撃的ですよね、あのパンチパーマで、なべちゃんも鍋前橋工業、前橋工業良くないっすね、おい言うなあ、全部商業だっけ、商業だ、商業女の子の方が多いっすから、多いからね、うん、当時のメガネの、そのなんていうんですかね、その品質が良くないのか、だいぶ分厚いメガネだったっすもん、西崎さん。俺は入団の時は本当あの目悪かったから、うん、で、あの当時あの上がちょっと色がついて下が白くなってるやつが流行ってたね、はいはい、で俺もそれつけたんだけど、投げる時は当然コンタクトなんだけど、はい、まあ入団いいやと思ってそのまま帰ってサングラスっぽいつけて、そうですよね、そうで柄は良くないですね。で本当は、大学にはブレザーが一応であ作ったのよ、はいはい、でブレザーなんだけど、西崎さん学ランで来てもらえますかって言われて、大学にですか、そう、あ、大学だ、その高校にたけしと山崎たけしと一緒に見るから、はい、二人でたこのガッツポーズしてるところ学ラン、学ラン来てサングラスかけてこんなんしてこれ絶対おかしいやつやと思われてるよですよね、うん、普通の応援団思われてんじゃんかみたいな。その先輩とかのプロの人たちはとんでもないやつが来ると思ったんでしょうね、多分ね、これ誰やねこいつみたいな思われてるやろね。だから目悪かったからドツキのサングラスだったから、あ、でもまあそれをメガネしない人が多いから認めてくれるというか、なんかいやだから知らない人多いんじゃない、そのドツキ、ね、が入ってるっていう、入ってるってね、普通しかもサングラスって見えちゃうんですよね、何サングラスして記者会見してるみたいな、そんな感じだった。でもあの入ってこられて、うん、石崎さんが今のままでしたけどね、雰囲気もなんかもう5年か6年プロでやってるバカやろ空気でジュニアオールスターいやあの時でも一応大学で、ね、行ってるから、はあ、だから高校生のやっぱ年下が結構いたじゃん、ありました、ね、ジュニアの時みんな多かったですもんね、そうそう、だから俺の上ってあの太陽にいた大野さんとかさ、ゆうちゃん、そう父ちゃんだけ、父ちゃんとかですね、あ、父ちゃん、 あの人ぐらいじゃなかったから、そうでしょ、それがほとんど下やったから、あ、でもいやとかその僕らはまあ1年間プロにいたんで、うん、それでもできない、うん、言動というか、もういやでもあのジュニアオールさんの時でも面白かったけどな、みんな一生懸命ガーってやってて、最後デーブがちょこっと来てポンと打ったら、あ、 MVP 100万円みたいな、何やねんそれあれでもだからその西崎さんベテランっぽかったですよ、もうマジで、いや、うん、だから一軍でちょっと投げてたから、うん、だからその経験があったからじゃない、なるほど、うん、入ってそのもうすぐ活躍できたじゃないですか、うん、すぐできると思ったんですかキャンプとかで、いや思ってない思ってない、俺ダメだったらやめるって言ったんだ、へえー、だから俺のプロでの目標っていうのは太く短くやったのいやマジでマジで、で目標って普通高く上げるじゃん、200勝したいとか、うん、そうですね、ね、俺10年間とりあえずプロで10年間やりたいみたいな30年そう10年やって勝ち星はどうですか、あ、10年だからね、まあ100勝ぐらいできたらいいんじゃないって言うとそれぐらい10年で100勝ってすごいピッチャーなんだけど、ね、まあ、どっちかクリアしたらいいっていう、もうそれぐらいが最大の目標やったから、まあ、通常は200とか言いますよねまあね、いや何年か、いやプロの世界厳しいんで10年ユニフォーム着られたら最高ですねだからうちの高校からプロってあんまなかったから、ああ、ね、何大学でしたっけ、うちは愛知工業大学って、
愛工大ね。あ、やっぱ工業行くの好きなんですね。そう、一応その系列で入ったんだけど。あ、なるほど。そうそう、あの一応セレクション工業やからっつって来たのよ。だから東京六大学受けるって言われたけど嫌だっつったの。